ケーニヒスベルクは第一次世界大戦後に建造されたドイツ海軍の軽巡洋艦、軽級巡洋艦の一隻、ケーニヒスベルクはビルヘルムスハーフェンで1926年4月12日に寄港し、1927年3月26日浸水、1929年4月17日収益、1929年12月17日に艦隊に加わった。 ケーニヒスベルクは1930年1月1日から1936年2月23日まで偵察艦隊機関であった。第二次世界大戦勃発までの間、ケーニヒスベルクは地中海、ノルウェー、イギリス、ポーランド、フィンランド、スウェーデンを訪れた。スペイン内戦時には先にスペインに派遣されていたケージュニオケルンと交代するため、 1936年11月25日にキールを出港、18日にスペインのエルフェロルに着き、翌年の1月15日にキールに帰還するまで、スペイン周辺で活動した。第二次世界大戦が始まると、ケーニヒスベルクは他の駆逐艦などとともに、北海での機雷不設に従事した。1940年4月、ケーニヒスベルクはノルウェー侵攻に、 ベルゲン攻略にあたる、グループ3の一隻として参加した。ベルゲン占領に向かったのは、ケーニヒスベルクの他に、ケ巡洋艦ケルン、砲術練習艦、ブレムゼ、水雷艇レオパルト、ボルフ、エスボート母艦、カールペーターズとエスボート母隻、武装トロール船2隻であった。4月7日の夜中、上陸部隊を乗せたケーニヒスベルクとケルン、ブレムゼは、ビルヘルムスハーフェンを出撃した。 途中で水雷艇などと合流し、9日、早朝ベルゲンに接近した。その際、ノルウェー軍の砲台からの砲撃で、ケーニヒスベルク、ブレムゼ、カールペーターズが命中弾を受けた。ケーニヒスベルクには2発、内し3発が命中した。ベルゲン市街や港などは同日中に、ドイツ軍の手に落ちた。ベルゲンで攻撃を受けている、際のものと思われる、ケーニヒスベルク4月10日朝、 応急修理のためベルゲンに止まっていたケーニフィスベルクはイギリス軍機の攻撃を受けた。攻撃したのはオークニー諸島のハットストン基地から発進した艦隊航空隊第800飛行隊と第803飛行隊のスクア急降下爆撃機16機であり、それぞれ500ポンド爆弾1発を搭載していた。まず右側の不当で爆発した爆弾により被害が発生。次の爆弾は 信号看板を貫通して水中で爆発し浸水が発生。さらに3発の爆弾が命中し、1発が左舷側の水中で爆発した。軽ニヒスベルクは左舷側から転覆し、スクリューなど一部を残して水没した。1942年7月12日に不要。その後 U ボートの停泊場所として使用されたが、1944年9月に再び転覆したという。 戦後に解体された、ありがとうございます。